甘みたっぷりの春のグリーンアスパラガス。調理法を変えて味わい尽くします。チューリップから生まれた親指姫はね、金持ちもぐらにしつこく結婚を迫られて困っていたのよ。でも最後はツバメに助けられて幸せな結婚をしたの。あなた、もしかしたらモグラに同情しているの？さーて、ご飯にしましょう。濃厚な味付けでボリュームも満点の一品。アスパラは切り方を工夫して無駄なく使いますよ。根元を切り落とし、5センチほど皮を剥きます。4センチほどの長さに斜め切り、切り口を広くして火を通りやすくしますよ。食べやすい大きさに切った牛肉に塩コショウで下味をつけます。中火でアスパラガスを2分ほど炒めましょう。牛肉はほぐしながら炒め合わせます。肉の色が変わってきたら、とんかつソース、醤油を全体に絡めて出来上がり。シャキシャキとしたアスパラの食感が楽しめるボリュームたっぷりな一品よ。材料はグリーンアスパラガス、牛の切り落とし肉、調味料はとんかつソースと醤油などです。ビギナビー。揚げ物をする時の油の温度の測り方。温度は菜箸でチェックします。菜箸は水につけ、布巾で拭いておきます。油に入れた時、ゆっくりと細かい泡が出るのが160度。スーッと細かい泡が出てきたら170度。シュワシュワっと勢いよく泡が出てきたら180度です。覚えておくと便利よ。さあ、できたわよ。あなた、まだ泣いてるの？でも、ご飯で機嫌が治るところは相変わらずだね。アスパラガスと豚こまで軽やかな味わいの串カツを作ります。アスパラガスは3センチほどの長さに、豚こまは長さも厚さも様々、長いものは6センチほどに切り、バランスを合わせ12等分にしましょう。まずアスパラガス、豚肉は折りたたむようにして刺します。火が通りやすいよう隙間を空けるのがポイント。次に衣をつけます。串を転がしながら小麦粉をつけ、卵はしっかりと絡ませます。パン粉はペーパータオルの上でつけると扱いやすいですよ。1センチ深さの油を170度に熱し、3本ずつ入れます。2分経ったら返し、さらに2分で完成。残りの3本も同様に揚げます。豚バラと青々としたアスパラガスの香りが口の中に広がります。材料はグリーンアスパラガスと豚の細切れ肉、衣は小麦粉、卵、生パン粉、ソースはマヨネーズとカレー粉を混ぜて